世界になっていただろうと西本は話をします。まさに切磋琢磨してきたこの同い年28歳対決。やはりヘアピンの攻防になる。押し込んだ、大の字になりました。桃田賢斗28歳タイトルを手にしています。大きな拍手に体育館が包まれています。今回第2シードの奈良岡選手が今こう世界ランキングで見事2年ぶり5度目の優勝を果たしました NTT 東日本桃田賢斗選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ガッツポーズも出ました。そして終わった後は大の字にも倒れて会場を見渡すようなシーンがありました。改めて今率直な思いいかがでしょうか。そうですね、この1年間本当に、苦しいことばっかりだったんですけど、皆さんに応援してもらって、今日は自分でも納得いく、試合ができたかなと思います。ありがとうございました。ファンの皆さんからはまた強い桃田選手が帰ってきた、そんな声も聞かれました。はい、ご自身としていかがでしょうか。そうですね、やっぱりネットとかで結構もうあの時の桃田はいないとか、もう桃田の時代は終わったとか、言いたいことは分かるんですけど、やってる本人は終わりたくないですし、まだまだ強いところ見せたいと思うので、皆さん、ネガティブなことは言わないで、明るい応援よろしくお願いします。2022年全日本総合を制しました桃田賢斗。